今回は先日、本リリースが開始された、ポケモン初の5対5チーム戦となる、ポケモンユナイトの、チュートリアルでは教えてくれない、勝つための秘密をレクチャーしていきます。そもそもポケモンユナイトとはどういうゲームなのか。決められたマップ上で、互いのチームでそれぞれポケモンを5匹選び、マップ上に配置された野生のポケモンを倒してレベルを上げ、相手のポケモンの妨害をかいくぐって、ゴールに得点を決めるゲームだ。これのルイジゲームとして、全世界でプレイヤー人口最大のゲーム、リーグオブレジェンズというゲームがあります。日本ではあまり流行っていませんが、e スポーツといえばリーグオブレジェンズという声も上がるほど有名なゲーム、MOBA、MOBA、というジャンルのゲームになります。過去にリーグオブレジェンドやベイングローリーというモバを遊んだことのある、投稿者草の人の現在の勝率は約 90%。ドルに関してはコンピューター戦しかやったことがないので、それほどガチ勢ではないのですが、このゲームは大変知識が重要なゲームなので、知っているのと知らないのとでは天と地の差が出ます。初心者の皆さんが少しでも早くこのゲームを楽しめるように、このゲームの基本の木をこの動画で紹介したいと思います。まずはじめに理解してもらいたいのが、このゲームは5対5でやるゲームです。自分以外の9匹のポケモンはそれぞれ別の人間が操作しており、初心者対だと基本的にしっちゃかめっちゃかな動きをします。少しでも多くのユーザーがモバの基本を知り、モバの楽しみの醍醐味である、チーム戦にたどり着けるようにするのが、この動画の趣旨となります。まず勝率を大幅にアップさせる一番の方法は、一緒にやる人が初心者でもいいので、パーティーを組むことだ。パーティーを組んで、相談をしたり SOS を発することで、基本的に見ず知らずのプレイヤーと一緒にやるより、大幅に勝率がアップすることは紛れもない事実だ。そんな一緒にやる友達なんかいねえよとブチ切れているあなた、ポケモンユナイトの練習よりもコミュニティを探す練習をした方が上達は早いぞという正論で殴らせていただきたい。私も昔は経験者にずっと手取り足取り教えてもらって成長しました。そしてその上でさらに重要になるのが、5対5で対戦する以上、それぞれのプレイヤーには役割が存在する。自らの役割を正確に理解し実行することも勝利への大きな一歩となると理解してほしい。まだ正式リリースされて間もないゲームなので、正確な役割の名称などは変わるかもしれませんが、このゲームには大まかに4種類の役割があります。まずはアタッカー、相手のポケモンを倒す花形ポジションです。ピカチュウ、ウッウーなどがこれに当たります。通常攻撃でダメージを稼ぐパターンや、特殊な技でダメージを稼ぐパターンに分かれていくことになりますが、基本的に撃たれ弱く、敵に捕まると一瞬で死んでしまうポジションです。続いてファイター、こちらも相手ポケモンを倒す役割だが、アタッカーが後ろから遠隔攻撃でダメージを出す役、それに対しファイターは近接戦闘でダメージを出すイメージ。こちらには、がっつり敵を殴り倒すガブリアスやリガードン、敵を突然吸収し、一瞬で倒してしまうアブソルやルカリオなどといった、タンク型とアサシン型にさらに分かれていくことになる。アタッカーより前に出て戦うことから、アタッカー役よりは耐久力があるものの、こちらもやはり、無理をするとすぐに落とされてしまうポジションだ。そんなひ弱な攻撃役たちをパーティーの最前線で一心に守るのが、タンク役と呼ばれるポケモンです。これにはカビゴンやヤドラン、イワパレスなどが該当します。とにかく高い防御力と耐久力で前線を押し上げ、後ろにいるアタッカーたちが安全にダメージを出せるようにするのが仕事。タンクがこれを上手に遂行しないと、アタッカーたちはダメージを出すことができず、すぐに相手に捕まって落とされてしまい、結果戦闘に負けることになります。縁の下の力持ちポジションですが、絶対に必要となるポジションです。そして最後はサポート役だ。タンクほどの耐久力はなく、アタッカーほどの火力もない。だがサポート役の多彩な味方への支援効果は、それ一つで劣勢だった戦闘を優勢に転じさせ、勝敗の流れをひっくり返せる唯一無二のポジションである。このポジションにはバリアードや私らが該当しており、それらが使うバリアによる移動阻害や、回復、移動速度アップ効果は、他のポジションでは言い表すことのできない効果で戦闘を彩らせる。それぞれ4種類の役割からさらに細分化させることは可能ですが、おおよそこの4つの役割から5匹のポケモンをバランスよく選び、チームとしての力を高めていくことが鍵となります。どれかが欠けても勝率はガクッと下がってしまうので、チーム戦のゲーム、引いてはモバの難しさ、面白さ、そしてつまらなさもここに帰結していきます。自分がやりたいと思っていたポジションを取られてしまったり、天草へそこで知らない奴が変チクリンな動きをして足を引っ張られて負けたり、足を引っ張るのが自分の場合もある。やはりチーム戦なのでそういった側面はどうしても避けられない。それゆえ、こうしたゲームを楽しむ一番簡単な方法とは、先ほども説明した通り、一緒に遊んでくれる友達を探すことがまず第一となるわけだ。あくまでもゲームで遊びですからね、ストレスをためないことが重要です。
さて、それぞれの役割の名前と代表的なポケモンは把握したとして、その後実際にどういう風にプレイしていけばいいのかをざっくり解説しましょう。このゲームは相手のゴールに得点を決めて、その決めたゴールの総得点差で勝敗を決めるゲームです。極端な話、たとえ100キル対0キルだったとしても、100キル側がゴールを一度も決めず、0キル側がこっそり1点だけゴールを決めていれば、0キル側の勝利ということになります。試合に勝って、勝負に負けるというやつだな。あくまで敵のポケモンを倒すというのは、勝利のための手段であり、目的ではないということをまず理解してほしい。相手のポケモンを倒し、その倒した際に得られる有利を、どのように活用してさらなる有利につなげていくか、これを専門用語でスノーボールという。雪玉を雪の上で転がすと、周りに雪がくっついていって、どんどんと雪玉が大きくなっていきますよね。試合中に獲得した小さな有利を、別の有利につなげていき、最終的に勝利という大きな雪だるまを作ることがゲームの目的です。さて、ではここでこのゲームの舞台をご覧ください。このゲームでは、左右対称のマップで戦うことになります。それぞれマップの上ルート、通称トップと、マップの下ルート、通称ボット、ボトムに、敵味方それぞれゴールが設置されており、野生のポケモンや、相手プレイヤーのポケモンを倒すと手に入る、エオスエナジーを相手のゴールに叩き込むことで得点となります。つまりそれぞれのチームは、自陣のゴールを守りつつ、相手のゴールを守っているポケモンを倒して、ゴールを決めることを目標としている。そのため、それぞれ上下のルートには2匹ずつプレイヤーのポケモンを配置するのが、このゲームの基本の形となります。そして最後残った1名が担当するのが中央エリア、通称ジャングル。ここにはたくさんの野生のポケモンが配置されており、それを一人で倒してどんどんと強くなっていくポジション。また、上下のルートに最もアクセスしやすいプレイヤーであり、より早く強くなって、上下の味方を助けに行く、マップ全体の散歩役、コントローラー、通称、ロームと呼ばれることもある、上下のルートを担当しているプレイヤーは、基本的に自分たちのルートに集中していればいいが、この中央エリア担当のプレイヤーは、自分の担当の中央エリアだけでなく、広くマップ全体を意識する必要があり、最も自由に好きな場所に行ける分、どこに行くのが最も効果的か、その時々に判断が求められる重要なポジション。ジャングルで野生のポケモンを倒して強くなるのは非常に楽しいレベリングですが、そればかりやっていると、上下のルートが押し込まれて負けてしまったり、また、上下のルートのヘルプばかりしていると、野生のポケモンを倒せず自分のレベルが上がらなくなります。臨機応変にその時最も必要とされることをする、チーム全体の司令塔的ポジションになりますね。さて、ここまで各ルートの人数割合と、各ルートの役割を軽く説明してきたが、聡明なリスナーの皆さんはすでにお察しの通り、各ポジションには、向いているポケモンと向いていないポケモンが存在する。例えば、アタッカーのピカチュウやウッブーは基本的に、上下のルートのどちらかに行くことになります。ゲーム内でバランス型と紹介されているガブリアスや、相手に急に飛びついて攻撃するアサシン的な動きをする、アブソルなんかのアタッカー役は、中央エリア、ジャングルに配置されることが多い。上下のルートのヘルプに行くときに吸収しやすいですし、野生のポケモンと対マンになるので、ある程度の耐久力があった方が狩りやすいですよね。そうして攻撃役を上下中央にそれぞれ配置したら、サポート役とタンク役を1名ずつ、それぞれ上下のルートに配置する。これは、攻撃力が低く、一人で野生のポケモンを倒しづらい、タンク役やサポート役に効率よく経験値を分け与えるためであり、特にサポート役は攻術する学習装置を持つことで、アタッカーの成長を促進させることも重要な役割だ。それではここで重要なポイントを解説します。なぜ、アタッカー2名で同じルートに行ってはダメなのでしょうか？行っちゃダメなの？とか、タンクやサポートなんかいらねえ。みんなで好きなアタッカーやろうぜ。これらは初心者にありがちな初歩的なミスだぜ。基本的に、マップ上に配置された野生のポケモンを倒して、各プレイヤーはレベリングをしていくことになるのですが、実は、複数名で野生のポケモンを倒した場合、平等に経験値が割り振られるわけではありません。一発でも殴っていれば、その野生のポケモンが倒れた際に、自分も経験値を手に入れることができるのですが、この際、最後のとどめの一撃ラストアタックをしたプレイヤーには、少し多めの経験値が割り振られるルールがあります。サポート役やタンク役の経験値ももちろん重要だし、ゆくゆくはレベルを上げていきたいのだが、敵を倒すのにはどうしてもダメージが重要になるので、どちらかといえば優先的にアタッカーを育てていきたい。つまり、アタッカー2名でラストアタックを取り合ってしまうと、どちらも育つことができず、中途半端な強さになってしまうのだ。モバにおいて使用する技の強さは、勝敗に直結するので、相手より少しでも早くレベルを上げて新しい技を覚えれば有利になりますし、ポケモンによっては進化することで大きく強さが変わるポケモンもいます。アタッカー役の
のポケモンのレベルアップは、同じルートに対面している相手に勝つための必須条件なのです。学習装置というアイテムは、野生のポケモンから経験値が手に入らなくなる代わりに、自分がチームで最もレベルが低い間、自動で経験値が割り振られるアイテムだ。これをサポート役が装備することで、より効率的に同じルートの味方アタッカーを育てることが可能になる。ジャングルでレベリングをしているプレイヤーは、他のプレイヤーと一緒にポケモンを倒さないので、一人で経験値を独占できます。結果的に、ルート上でレベリングをしているプレイヤーよりも、早くレベルアップできることが多いです。強くなって作り上げた有利を、チームのために活かしていけるよう、定期的にルート上に顔を出して相手プレイヤーを攻撃してあげるといいぜ。ただし、その際ルート上の野生のポケモンはできるだけ倒さないように注意です。ジャングル役のあなたが、お助けチンとしてルート上の野生のポケモンを倒してしまった場合、さらに味方のレベルアップが遅れてしまうことにつながってしまうからです。さて、最後に最も重要なポイントを解説します。このゲーム、実はめちゃくちゃクソなバランス設計がされており、途中どんなに負けていても、最後の集団戦にさえ勝てば試合に勝てる仕様になっています。クイズ大会、現在トップは125ポイントのピカチュウさんですが、次のクイズを正解したポケモンには1億ポイント差し上げます。こんな平成のクイズ番組もびっくりの大楽天ゲームが、ポケモンユナイトなのである。試合残り2分になると、マップ中央にサンダーが出現し、それ以降決めたゴールの得点が2倍になります。サンダーを倒したチームには、ゴール時間が撤廃のボーナスがつくので、ラスト2分で相手チームと戦闘をし、相手を全滅させてサンダーを獲得すれば、そのまま無理やり全員でゴールを決めに行って大量得点が可能です。各タワーの破壊得点がだいたい80点ほど、最終戦闘前に仮にこちらが大量にタワーを破壊されていたとする、おおよそ相手チームの獲得得点は240点から280点程度だな。ここで最後のサンダーをめぐる集団戦に見事勝利し、50点持ち3名が相手ゴールに2倍ボーナス込みでゴールを決めると、あら不思議、300点で逆転となります。つまり、残り2分までどれだけ得点していようが、ほとんど勝敗には関係ないと言えるでしょう。ただし、ゴールをすればゴールをしたプレイヤーに経験値が入るし、ゴールを破壊されてしまうと、なかなか前に出づらくなってしまう。相手のゴールを破壊し、ロトムやカジリガメを倒して、味方にバフや経験値を獲得させていき、最後の集団戦の時に、相手よりもレベルが高い状態で勝負を挑む。これがポケモンユナイトのたった一つの勝ち方です。もちろん、レベルが全てじゃないので、最後の集団戦で試合全てをひっくり返すことも可能なわけだ。途中負けていても諦めずに最後まで戦えるのはポケモンユナイトのいいところであり、逆に圧倒的に勝っていても、最後に油断して負けてしまうこともある。残り2分が近づいてきたら、より一層一つ一つのアクションを、慎重に行っていくことを忘れないでほしい。ということで、リリースされて間もないポケモンユナイトの、初歩の初歩駆け足で解説してみました。今後、普通に試合の動画とかも出していく予定なので、そちらを見ていただく際の基礎知識としてこの動画を、お役立ていただければ幸いです。また初心者の友達と一緒にやる際に、チュートリアルを全てクリアした後にこの動画を見てもらえれば、より一層モバというゲームに関する理解を深める一助にもなるだろう。初心者の友達にぜひとも紹介してあげてほしいんだぜ。といったところで今回の動画はここまでとなります。またポケモンユナイトの動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。